旬で彩る幸せご飯。今日は春キャベツのザワークラウト風を作ります。旬で彩る幸せご飯。今月の食材は春キャベツ。緑色が濃くみずみずしい春キャベツの爽やかな食感は私たちを楽しませてくれますよね。サワークラウトはキャベツを乳酸発酵させたドイツの漬物です。生でそのまま食べても甘くて柔らかい春キャベツをリンゴ酢を用いて即席ザワークラウト風に仕上げます。調理時間はおおよそ10分です。では作っていきます。春キャベツは細切りします。あんまり細く切ってしまうとザクザク感が減ってしまうので、ちょっと食感が残るぐらいの細切りにしてもらえればいいと思います。ザクザクとした春キャベツの食感も楽しめますね。春キャベツは塩を振って軽く揉み5分ほど置きます。キャベツの水分を絞っていきます。しっかりと水分を絞っておくと春キャベツが水っぽくなりませんよ。春キャベツにツナ、リンゴ酢、オリーブオイル、クレソンを混ぜます。パセリとかバジルとか香味野菜を混ぜてもらうとアクセントになって美味しいですよ。香味野菜が入ると香りもいいですね。お皿に盛ってパセリを盛り付けます。ザワークラウトにするとキャベツをたっぷり食べれますね。これで春キャベツのザワークラウト風の完成。春キャベツの心地よい食感とリンゴ酢の程よい酸味で食欲が進みます。あっさりとしているのでさまざまなお料理の付け合わせにもぴったりです。春キャベツで彩る幸せご飯、ぜひお試しください。